はい、こんにちは、影村です。だいぶ以前にですね、リスナー様から軽自動車でちょっと狭い道走る動画、撮ってきてほしいというご依頼あったんですけれども、今日はまあそうですね、軽自動車また今度撮ってきます。僕の WRX でちょっと狭い道ちょっと挑戦してみようかなっていう動画なんですけれども、よかったら一緒に見てください。さあ、それでは狭い道の方まで行ってみましょう。5分もかからへんと思うんですけど、ことないっすね。行けます、行けます、全然。でも電信柱すごいブッシューってこすったとかいっぱい敷地やもんね、お家の。怒られますわ。以上です。あそこ WRX 通ったことないから、一瞬あそこ曲がれんのかな、覗いてんのかなって思ったんですけれども、意外と楽にクリアできたかなみたいな感じですね。もうそれ、そうです、7年も乗ってるから、7年乗ってて車幅感覚わからんいうのもちょっとね、やばいかわからないですけれども、以上です。ません、なんか変な動画ばっかりで。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。